ちょっと暗がりでインカメラで撮ってみてるけど、そんなに綺麗ではないね。ザラザラしてるね、画面が。今日もね、あんまり寝れてないんですよね。遠足の前の日じゃないけど、楽しみすぎてっていうのもあるけどね。サブちゃんの方でね、夢ばっかり見て、夢の中で蛇に首絞められたり、母がね、亡くなったりするっていうことを言ってたんですけど、今日なんて、この買ったばっかりの iPhone 13 が、落としたかなんかで画面が割れて、その画面がひび割れるとかじゃなくて、もうね、えぐれてる夢見ましたよ。まだ買ってそんなに経ってないのにね、撮影もほぼしてないのに、苦しい夢ばっかり見ております。毎日目覚めが非常に悪いんですけれども、気を取り直してお出かけです。はい、どうも、リアルです。今からお友達になった JK さんとお出かけです。昨日かな？お話しした、あのザラのアウトレットで買った1000円だったか500円だったかどっちか忘れましたけど、ワンピース。ベルトは2000円かな？で、このバッグも2000円？そう、ほんで上ね、ジャケット、今日持ってきてませんけど、シャツジャケット。この服にはちょっとね、合わないので、着なかったんですけど、それも合わせて、だから2000、2000円の1500円だから、5500円？で、全身コーディネート。上にそのシャツジャケットも着れんことはない。こんな感じです。鏡が汚い。拭かないと。で、これに今日はね、レオパードのこのね、スニーカーにしようと思ったんですけど、いつもの汚いわ。ほんま汚い、スニーカーも。クリーナーで掃除しなあかんけど、そんな暇がない。そう。で、今日はもう白にします。はい。ゴミ出さなきゃ、ゴミ。行ってきたいと思います。熱っ。じゃあ行ってきます。はい。今日はどんなお出かけになるのでしょうか。楽しみです。めっちゃ寝不足。頑張ろう。YouTube もメルカリも遊ぶのも本気です。海。天気良くてよかった。ね、こんなとこ来るのに雨降っとったらね。めっちゃそう。ちょっと怖いね。こっち来たばっかりの頃、ご飯食べに連れてったらどこ行きたいって言われて、うん、おじにね。で、その時も、真っ先にビンビンやっつったのね。で、来たんやけど、その時は、おじに YouTube してることも言ってなかったし、おじを YouTube に出してなかったから、その時の動画出せてないのね。その時の動画は、私のリアル友達、動画にもよく出てきてくれます、MO と末友。その二人のために、編集したものがございます。今回満を持して公開いたします。未公開映像です。瀬戸内海これ。これが高かった。これ堤防があるから海が。見たら教えるわ。そうか。すごい。小豆島がもう真正面ぐらいに見えるんだよ。あ、そうなんや。今日が吸ってるもんね。曇ってるわけじゃないけど、空気が。着いた早っ。ビンビア意外と早いな。これだろ。着いた。地図で見たらすっごい遠いよね。すぐやね。撮ったる。うわ、懐かしい。ようけ人おるやん。時間が12時。そりゃそうやな。あ、すごい。こっちゃん刺身の盛り合わせにしようか。どれ？刺し盛り定食。どれ？ない？あ、これ？これはいろいろ入ってんじゃん。いろいろ入ってんじゃん。ちょっとずつ刺身とあれと分ける？ほら。一つもらわんかね。盛り合わせをね。うん。ほんで、
一つもある。うん。ほんで、わしは天ぷら食べるで。うん。な、うん。ほんで、ちょっとは食べれるんでな。うん。盛り合わせ一つと。うん。私も、はい。お店の中こんな感じ。観光客がいっぱい来てるよ。ご飯はおじまんが天ぷら、めっちゃ少ないやろこれ、足りひんな。で刺身はまあまあ量があったけど、どうかな、綺麗でしょ。結構味噌汁がこれめっちゃ美味しいね。わかめ、最高ですよこれ。邪魔やし、見てこれ、ちょっとね、空気がね、ガスってんのかな、 PM かなんか知らんけど、ちょっと曇ってる感じがするからね、見晴らしは悪いけど、最高でしょこれ。ビンビア、おすすめのお食事どころよ。こんな、こんなね、こんな、イケスじゃないけど、こういうのがあってね、お魚料理楽しめますよ。待ってるね、エビ生きとったし。トルトル、うわ、何、めっちゃ水きれい。海の水透き通ってるやん。せんの？うん。嘘。え、沖縄やんこれ。すごい。嘘。ゴミもないし。嘘やろ。海めっちゃ綺麗やったで。これもう感動した。こんなにね、海が綺麗とはね、知らんかった。50手前まで。一応徳島にね、ちっちゃい時住んでたんやけど、海水浴とか行ったことなくてね。これ見て、沖縄やろ。沖縄行ったことないけどな。ホトラや、マジュや、うんうん、行く行く、これをな、何入ったら、なんとこやん、もっと行ったな。うん、入ったのね、なんと公園で21館のとこ前に通ってな。あ、うん、大塚、大塚ビューターの大塚地で、うん、うん、まあ、今なんとのスカイライズとかな。うーん、今度美術館連れてって。美術館な、うん、買い物が高いやしか。そうなの。4000円くらいだった。嘘、本当に。そんな高いの。すごいいいって聞いたよ。いや、すごいね。なかなか見るね、えっと、クラブ、ここは、リンカを何かそんなに、本当気持ちはある、行ったことあるの。いや、だろ、そんなん、あれやね、そんなん、あれしようか、うちの夫が帰ってきたら、レンタカー借りてこさすか。ねえ、これ、コトラ屋っていう有名な和菓子屋さん、いっぱいね、観光客が来てた。美味しそうなのいっぱいあってね、こんなに買っちゃったよ、甘いのばっかりね。コレステロールがね、高いからちょっとずつ食べようと思って、今カットして冷凍庫に入れてあるの。ちょっとずつ毎日食べてるよ。ここもね、行こう、一緒に。来た時ね、おじに連れてってもらおう。で、これはね、おせんべい屋さん。これ別にナルト店って書いてあるけど、徳島のお店じゃないよね多分。サラダせんべい買いました。で、帰りにトマト狩りをして、これハスの花ね、隣にハスもあって、で、おじの家に寄って、おじが切ってくれたフルーツと買ったばかりのわらび餅食べましたよ。このわらび餅ね、中にあんこが入ってんの、甘すぎる。で、これは野菜たちね、おじがね、トマト以外にもいろいろくれて、これこれこれ持って帰って夜ご飯にしました。で、帰りにおじの庭にある柑橘系の写真をいろいろ撮ったんやけど、この区別がねつかない私。なんかいろいろあんので、これイチジクね、楽しみにしてるの、美味しいらしい。これ何やったかな、甘夏かな、ゴルフボールみたいなの、美味しそうよ。またレポートするね。私のいとこが、うんうん、ビンビア高いからとか言って新しくなってたとこ。あ、そうなんじゃ、うん、これかな、魚市、魚市、うん、
行ったことある？あのなんか漁ちゃうけど、あの漁協のやつよね。あ、そうかもしれん。あのお土産買うとこもあるし、なんか食事感できた。はい、今日はね、もう駆動館のドラマばりに、あの時系列が行ったり来たりします。はい、これは2020年の去年の11月4日の映像です。映像じゃなくて写真です。インスタに載せた写真です。そのいとこと一緒に行ったなんだっけ、なんとか市場、はい、そこでの食事の模様です。はい、すごいでしょこれ。ここも美味しかったです。徳島の鳴門に来られた際には先ほどの瓶ビアとともにこちらにもぜひ足を運んでみてください。おすすめです。私ももう一回行きたい。よう行列やん。目的地に到着。すごない？まあ、回転は早そうだけどね。まあね、うん、風が生暖かくない？夏やね今日。それに似たやつを、こうては食べ、こうては食べ、なかなかない巡り合いやん。あ、カレーだってよ、カレー。不思議って感じ。不思議って、普段これじゃないんかな。毎日変わるんかな。いろんな、うんうん、でもあれ違うん、あの海の幸カレーとかさ、 あのカレーを、うん、イカにやってみたんじゃない？実験的に。すごい、すごいよこれ。お祝いやん。おめでとうございます。ありがとうございます。何のお祝いや。すごい、食べてください。はーい、このぐらいちょうどいいわ。多いぐらいやわ。タイタイ天ぷらが好きてしまった。食べます。あ、いいよ。あ、ありがとうございます。味見だけさせて。いいよ。わーい、いただきます。さつまいもね。あ、ハロウィーンだ。なんかね、今それで限定のやつ食べてた。さつまいものやつ、去年もなんか食べたいって言ったりと、うん、あったあった。そう、あ、これオールドファッションのシナモン。シナモン嫌い？普通でも。そうか、私もシナモン大好きで、うん、昔、うん、ホームカットみたいなんでシナモンかかってたやつ、昔、うん、あれ大好きやったの。あとこんなあの棒のやつ、きなこりんご。あ、チュロスね。あ、これムギュットドーナツ。これかな、美味しいって言ってたら。レーズンシナモン、うん、これムギュットドーナツか。そう、あれかさつ、うん、なんか気になる。どれも持って帰ろうかな。買いすぎ問題。めっちゃ買ってる。コレステロールの検査が控えてんの。どうすんだよ。買いました。5つ。すごい、もうこれ全部一口ずつ食べだろう。カフェインレスコーヒードヨーンやね。これでも天気良かったらもうちょっと見晴らし良かったんじゃ、うん、ね、うん、あーすごい。 BT21 よく分かってるよ。 BT21 って言うんでしょ。そう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 、探すとき。めっちゃあるで。どうしよう。わ、めっちゃある。めっちゃ可愛いやん。パックとかさ、キーリング。いや、もうこんなん買い出したらあかんやん。もうそれこそミニマリストちゃうやんで怒られる。いや、どうしよう。うわ、すごい多いね。あ、この辺も BTS。 え、なにこれ、すごいよこれ。え、こんなんいつ出したんやろ。私こっちは持ってんねんけどね。あ、ちっちゃい方。これ読んでる。あ、うん、韓流は全然興味なし。そうか、一緒に見える。あ、そう、顔が。顔が。まあ、でも似てるよ。すごい知ってからでも似てるって思うもん。そうなんだ。うん、だから初めて見た人が似てるって思うのもわかる。JK さんを散々付き合わせて、こんだけ興奮しといてね、何にも買いませんでした。ミニマリストですから一応ね。大好きな推しグッズもなかなか買えないんですよね。
はい、続きましてユニクロ恒例のワゴンあさりでございます。サブチャンネルのシャープ12、こちらの方で購入品紹介をしておりますので、よろしかったらご覧ください。はい、帰ってきた。もうくったくたやけど、どうした？ゴミ持ってかわせる。はぁ、これ下のやつ燃えるゴミやな。金曜日やな。いやうるせぇ。なに？財布忘れる。財布コンビニ行くん。なんか買うもんなかったっけな。ヨーグルトとかは今日今買ってきた。なくしたんちゃうな。誕生日。あ、そうなんや。初回はそのぐらいかな。でもまた試験受けないと。講習受けなあかん。あ、講習だけでいいの。違反とかどのぐらいしてるかにもよる。1年以内にだったら初心者講習受けなあかん。レンタカー借りてコストコ行こうか一緒に。あんた運転し。レンタカー借りてさ、練習してあちこち行けばいいんじゃない。車もお父さんのタイミングで行動して。もうそれはありえるんちゃう。お父さんと相談や。てな具合ですよ。なんかお利口さんやねん、うちの子。言うてておかしなんだけど、今これ撮影してんの気づいてないんかな。お母さんは YouTuber で。マーボーナス、とろける美味しさ。面白いおナス買ってきました。はい、お料理もねあんまりしたくないんですけど、息子がねなんかゴミ捨てて来てくれるって言ったら、はいはいって言ってくれて、コンビニになんか買うもんあるとか言って、なんや機嫌がええわ。今日免許取れたからね。1ヶ月もかからんうちに免許が取れたから、なかなかやりよる、うちの子。普通かもしれんけど、うちの子にしてはすごい。これオート麦、うわっ、オート麦のミルク、オーガニック。シャープ193で紹介しました。アマゾンで買えるオートミルクの方が断然美味しいですね。これをみんなに見せたかった。なんかね、その JK さん、ご主人のおすすめ、畑のサンタさんのお芋なんですって。たまたま行ったら見つけて、特売品で見つけたから、これ2つ買ってきて、これが楽しみなんですよ。これを今からオーブンで焼き芋にしよう。今からというか、翌朝ですね、これ。オーブンでいつも焼き芋にします。このお芋立派でめっちゃでっかくてね、4本でオーブン満タンでした。焼き芋はね低温でじっくりやった方がいいらしいんですけど、めんどくさくてねいつもオーブンです。焼き芋機はもう捨ててしまいました。大きかったんでね今日にしてみましたけど、良い感じに出来上がりましたよ。出来上がり具合を確かめた穴がね、鼻の穴みたいでシュールでした。裏返してみたけど大差なかったですね。時間がないんだよ、こんなことしてる場合じゃないんだから。あのこの間のねロングブーツが出品を再開したと同時に、同時じゃないな、すぐその直後に、直後でもないか、しばらくして、でも割と早く売れました。やっぱね時期もあるんよね。はい、乾杯。たまに牛乳飲むと甘くてうまい。飲んでから写真撮るなよね。写真も撮っておきます。穴開いてるって、豚の鼻みたいになってるから。裏にしたらもうこんな湿ってるしさ。失敗したよ、バカだな、暑いわ。へえ、これで写真、はい、チーズ。はい、これをオープン。うまそうだ。黄色い、暑い。ではいただくぞ。いただきます。皮ごと言ってもいいんですけど、まあ、一応剥きますか。あちゃちゃ、あんまり綺麗に洗ってないし、無農薬でもないやろうから、なんか美味しいなるときんとき、熱い食べたくて、 JK さんに教えてもらって、お友達になってくださった JK さんに教えてもらって、熱いって。ちょっと手しか映ってへんやん、こっちこう行けばいいか。換気でうるさいね。はい、これを食べますよ。いただきます。うん、うん、うまっ。久しぶりにうまい。いや、どうやろう、いつも美味しいかな。いや、美味しい、これ美味しい。畑のサンタさん、なんかね、紅はるかっていう、ん、鹿児島かどっかの、あの品種のね、さつまいも、それをね作ってらっしゃるんですって。なんかそれが人気らしくって、でそっちを買った方がいいよって教えてもらったんですけど、昨日 JK さんに連れてもらったイオンに行ったら、その同じ生産者さんのナルト金時があったから、私ナルト金時の方が食べたかったし、飛びついて買ったんですよね、特売品の方をね。むっちゃうまい。甘さはめちゃくちゃ甘いって感じではないけど、
あのそこそこ甘い。あの食感が最高。これであのお菓子作り好きな人はスイートポテトしたらめっちゃ美味しいんちゃうかな。しっとりしてあのベチャベチャすぎなくていい食感。あのパサパサしてない全然。うまっ。うまい。これあかん一本食べてしまうわ。半分にしようと思ったけど。牛乳に合うよこれ。いやなくなったらまた買いに行こうかな。自転車で。めっちゃ遠いんですけどね。息子が昨日ね免許取れたって言うから。私も嬉しくて車をなんか買いたくなってる。息子に運転させたらええわと思って。私よりきっとうまいと思うからね。あと私もしばらくどのぐらい5年ぐらい乗ってない。あつあつ5年4年ぐらいかな。そんだけ乗ってなかったらもうペーパードライバーでしょ。それまでバリバリ乗ってたけど、どうなんやろ。田舎で運転したことないしな。あーか柔らかいから持てない。あのほら折れちゃう。これはスプーンだな。見てこれ映ってる。ほら美味しそうでしょ。ごめんねこの汚いの。ごめんなさい。ほら美味しそうでしょ。うまっ。何回言うねん。あっこ何回言うねん。何言うか分からへんわ。この間のマリトッツォの動画でも口いっぱいに入っててね、喋ってて何言ってるか分からんって、それでも面白いって視聴者さんが言ってくれて何言うてるか分かってて欲しかったけど、面白いって言われて嬉しかった。救急車うるさい。ごめんなさい。困ってる人がいてね、大変なのは分かってるんです。私も救急車よく乗ります。よく乗ります。3回ぐらい乗ったことあります。うるさいなんて言ったらダメなんです。だけどサブチャンネルの方でもね言いましたけど、私もうめっちゃ不眠症で悩んどってってね、あの深刻に悩んでるっていう感じではないんですけど、今はあの悩みすぎたら余計寝られへんし、もう諦めてるっていうのがあるから。だけど解消したいなと思ってて、どうしたら眠れるんやろうみたいな動画をね、動画をっていうか動画の中で、まあ、そういう話題を出して喋ったんですけど、今朝もねちょうどいい眠りについたと思った時にね、救急車の音がしてね、ほんでパーッと行ってくれたらいいんですけど、今みたいに朝のね通勤ラッシュに救急車がどうも巻き込まれたみたいで、ずーっともうあれ10分ぐらい言ってたんちゃうかな。10分ぐらいすぐそばでピーパーピーパーってめっちゃ大きい音で、あれさなんでやろ。なんか私のイメージではどうしても前に進めない時、救急車のそのサイレンの音を一瞬止めたり、ほんでまた走り出す時につけたりとかしてたイメージがあるんですけど、どこでやったか知らんけどそういうイメージがあるんやけど、なんかもう鳴らしっぱなし。あれ鳴らしてないと避けてくれないかもしれんけどね。まあうるさかった。まあ世の中の人8時ぐらいやったから起きてるからね、いいと思ってはるんやろうけど、私も不眠症やから8時で、それ今日やったらちょうど4時間か、まあ寝てても5時間ぐらい寝てた子で、もう1、2時間寝たかったんやけどね、それでもうバチッと目が覚めてしまって、その後も 寝たらもうなんかややこしいことになるし、どうせ寝られへんと思ったから起きましたね。なんやかんや喋りながらもう佳境を迎えております。救急車の愚痴を言うてたらさつまいもの味がわからへん。味わわないと。集中。シングルタスクで。マルチタスクに食べたら味が分からへんなる。おいしい。私ね、自分の動画の中で、昨日あげたマリトッツォの動画とか、料理作ってみたとか、ズボラ料理してみたとか、食べてみたとかいう動画あげてるんですけど、ああいう動画ね、一番ね、楽しいし、好きなんですよね。だから、わー、いいのできたとか自分的には思ってんですけど、視聴者さんからはあんまりね、ここだけの話。人気がなくてちょっと寂しいんです。もしよかったら見ていただけると嬉しいなと思ったりします。はい、あのリアルの良さはあの片付けよりもむしろあの料理動画や、食べてみた動画の方で炸裂しておりますのでよかったらそちらの方を見てください。とはいえ片付け動画も頑張ります。むしろそっちを頑張らなあかんねんから。そう、今入れたねコーヒーは今回はこれにしてみました。なくなったから買ってきたんですけど、昨日カフェイン 99.7% までカットの美味しいコーヒーって、なんか妊婦さんでもいけるような感じなのかな。この絵的に見たら女の人に優しいみたいな感じをアピールしてありますけど、アピってはりますけど、化学薬品を一切使わない超臨界二酸化炭素抽出法で、だから安心で、しかも美味しいって。だからって言われてもそうなのって感じやけど、そうなんや。味はでも私そんな美味しいとは思わへんけど、なんか体には良さそうやね。牛乳とか入れたらごまかされていいのかもしれんけど。あー美味しかった。あっという間に終わってしまった。
ね、もうちょっと甘みがよかったら、もう100点満点。リアルの焼き芋市場。効果音になりましたね、今。これ何がなったかというと、冷蔵庫に入れてあったペットボトルの水が温度が高くなって、中で空気が膨張してるのかな、ペットボトルの音が鳴ってますけど。リアルの焼き芋市場、そうやな、3位ぐらいかな。100点満点で85点で90点で美味しいですよ。これもう一回買いたいからね。うん、90点差し上げます。焼き芋業界のお偉いさんに怒られそうですけど。はい、ごちそうさまでした。畑のサンタさん美味しいですよ。なんかなかなか買えないみたいですから、ネットでも買えるのかどうか私も調べようと思ってるとこなんで、また分かったらご紹介しますね。バズレシピでキャベツのね、美味しいのやってたから、それやろうと思ってキャベツ買ってきた。バター醤油ガーリックで、ホイル焼きだって。で、これ椎茸198円、トマト300円、それからこれが美味しそうなの、今年の夏のね、忘れ物。もう今年の夏忘れ物いっぱいしてんだけど、わらび餅食べそびれたから、泡番茶って言って、これ徳島の発酵茶が入ってんだって。山食ってあのお味噌とか甘酒のね、お店なんですけど、ほら余計なものが全然入ってないよ。砂糖はねちょっと気になるけど、ね、砂糖抜きのわらび餅なんて手作りしないとできないから。もう手作りでわらび餅とか昔作っとったけど、もう今そんなやる気力がねYouTube でやっても料理動画は あまり需要がねえねえねえ。はい、今日の食後のデザートはこんにゃくみたいなね、見た目めっちゃこんにゃくなんですけど、板こんにゃくみたいな、めっちゃ楽しみにしてて、わらび餅すっごい今年の夏食べたかったんですよね。今年の夏の忘れ物っていうことでね、買って帰ってきてルンルンと思って食べたんですけど、このね、泡番茶の風味なのかな、ちょっと独特すぎて、私結構独特のやつ好きなんですけど、独特すぎて一気に食べれないんですよ。でちょっとずつ食べてってんですけど、それもそろそろ限界になってて、賞味期限が5月11日なんですけどね、開封したらその日のうちに食べてくださいって書いてあるんですよ。もう開封してね1週間経ったかな、経ってないかな。ほらもうこんにゃくでしょ。でこれにたっぷりね、きなこね、明石家さんまさんの大好物のきなこ、こちらね、今日JA に行って、JA やね、はい、今日も、JK さんに連れて行っていただいたので、そちらで、買ってきました。このきなこを大量にぶっかけて食べてみたらどうやろうということで、はい、今やっております。ごめんなさい、こんなね、YouTube にお見せすると思ってなかったからグロい感じなんですけど、はい、もうリアルの食レポはもうみんなグロいってことで、はい、もうほんまこんにゃくでしょ、これちぎりこんにゃくみたいもん。でっかいさ、なんかモンブランの化け物みたいなやつ食べたのに、まだ食べるんかって感じですけど、もう今日はブレイコーじゃないけどブレイコーっておかしい。見て、こんにゃくやん、こんにゃく、はい、もうこれも食べてしまわなあかんからね、無理して食べることないんやけど、なんかせっかく買ったし、これをね今日のデザートにしたいと思います。手この手で工夫して食べるのが好きですよ。美味しくないなと思ってもなんか工夫して食べてみるっていうのが結構好き。なんかゲーム感覚、うわ、もうすでに美味しそう、きな粉の匂いが最高に美味しそう。食べる？わらび餅嫌いやんさ。あるで、わらび餅いらんの。食べたことある？ある？ちょっと食べてみる？きな粉好きじゃん、あんた。ちょっと食べてみ、これ起きといてん、え起きといてん、これ入ってる、いいやん別に、声出演ぐらいしてよ。舌打ちしたやろ今、なんで舌打ちやねん、ええやん別に、みんな喜んでくれんねやから、あんたが出てきたら。最近息子さん失礼しました、え失礼しました、何映ってない、女映ってくれたらええやん、見てる人少ないって言うて、見てる人少ないって言わんといて、そこそこ見てくれてる、あんたはがっつり出てくれたらみんなめっちゃ見てくれる。だってあれみんなめっちゃ喜んでくれとったね、天ぷらの、天ぷらじゃあアジフライの、モザイク食べた、もちろんもちろん、切ってみちゃう、いいやん、顔取ってんの、きな粉かけるでいっぱい、うわいっぱいこぼれた、蜜はね、あれかけすぎ、蜜ってこのねわらび餅にめっちゃ甘い味がついてる、蜜ないね、蜜ないやつで、きな粉は特別に買ってきたお母さん、これ食べてみ、
これええやん、このグリーンのさ、この絵とこの文句いいなやん。じゃあ粉がポロポロこぼれるで、もうこれ食べたら、こんなの廃炉してって怒られなあかんねんさ。デザートをやってあげて腹立つな、ほんま可愛くねえな、ほんま。ね、愛して誰も見てへんやろ、腹立つな、ほんまに。みんな見てくださいみんな見てください、もう息子にあんな言われて腹立つな、ほんま。いただきます。うん、あ、これ美味しいわ。あ、全然違うわ、きな粉かけたら。お茶の風味がすごいさっぱりして際立つ。あ、いいかも、甘すぎなくて。息子は甘さが足りんって言うかもしれんな。あの、信玄餅みたい。めっちゃ信玄餅。なんて言うやろ、息子。口ん中きな粉だらけになって喋られへんわ。これ、甘煮油。最近ね、コレステロールがちょっと下がったから、より和をかけてコレステロールが下がる食生活をしていこうと思って。出た？いける？いける。あ、ほんま？よかった。まだあるし、明日の分。もう食べれるんや。あ、よかった、このきな粉がいいねんわ。めっちゃきな粉残してきてるけど、息子。またあれにわらび餅投入したろ。もったいな。だってあれ勇気のさ、きな粉割と高いんやで。これはみんなやめといた方がいいって言うと思ってるけど、甘煮油と、これしかもすだちが入ってんだよ。甘煮油とすだち、息子のヨーグルトに入れすぎたからちょっとね取ってあったんやけど、それをかけたった。うわっ、汚っ全然悪くないわ、いけるいける。甘煮油も、いや、なんかむしろ美味しいわ、すだちが。あ、いけるな。みんな真似せん方がええと思うけどね、わらび餅にすだちは真似せん方がええと思うけど、でもいける、美味しいよ。うん、美味しい。きな粉全部食べるよ、私は。きな粉トーストにしてもいいな、きな粉がたっぷりあるから。きな粉食べたらお腹の具合悪くなる場合もあるって言うから、普段控えてんねんけど、そもそも大好きやしな。うん、きな粉だけ食べたら苦い。全然甘くないきな粉やから。美味しかったです。大成功。はい、これ、田村のキムチ、初めて買ってみた。20% 引きあったから、ラッキーと思って。添加物意外と少なくてびっくりした。調味料のアミノ酸しか入ってない。ツルハシのキムチでももっと添加物入ってたよ。キムチはだいたい買ってきたら切り干し大根とミックスさせて切り干し大根キムチを作るんですけれども、それは今回の動画では割愛します。で、これ渋谷豆腐、こだわりモーメン、なんか泡食ミュージアムっていう、あの JA みたいな、なんだっけ、直売店みたいなところの商品がね、イオンの中に入ってて、それを JK さんが教えてくれてね、いろいろ買ってきた。楽しかった、スーパー久しぶりに。お友達とスーパーとか超楽しい。ココナッツヨーグルト、これ初めて見た。そしてこれも割引品、2割引大好き、割引豆乳ヨーグルトね。そう、これを2つ。そんでチンたらしとった、怒られる息子に、ミスタードーナツ用意しといてあげな。博多の塩を使用したコウメちゃん、美味しそうでしょ。これも添加物なし。そして今日の息子のメインディッシュ、私もちょっともらうけど、手抜きして、これ美味しそう、酢豚。これは添加物たっぷりよ、裏向けたらあかんで、怖いから。そして知覚過敏にシュミテクト、はい。そしてあれ、ドーナツがないぞ。あれ、ドーナツがないんやけど。ん、 あった、びっくりした。ドーナツどっか置いてきたかなと思って。息子はね、エンゼルクリームが好きやから、なんかそれを食事の前に食べるんだって。ご褒美、ご褒美。え、ないやん、エンゼルクリーム。奥の方でへしゃげてる。もうこれでいいや、器。こんな和風の器に入れるというね。あと、おしゃれなやつに入れたれよって感じなんで。息子にこれをご褒美で差し上げたいと思いまーす。父には好物のオールドファッションシナモン付き、私と半分こね、ナッツにチョコにミスドにビール、父の好物だらけ。はい、今から適当にご飯作ります。お疲れさん、私これから家事あるよ、いっぱい頑張る。テンションおかしいわ今日も。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。 Twitter、 インスタもやってます。それではまた。